分曲達成。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコのものでございます。よろしくお願いします。さあ、というわけでなんとかね、とっくの通りみんななってるでしょ、これ運曲多分。このキャラクターね。だけどギコちゃんね、まだ運曲じゃなかったの。で、今日やっと全部運曲終わったんで、やっと追いついたんで、この子にしてもね。まあ彼はまだだけどね。彼はまだだけど、はい。やっと2体終わったんで、はい。ようやく、モンストの世界に帰ってこようかなと思ってて。ずーっと、こっちの世界行ってたんですよね。まあ Now でまだやってるんだけど、こっちは、パソコンでもできるんで。なので、まあ、うん。パソコンでやりつつって感じかな。はい。で、しばらくやっぱりモンスト離れていたんで、また一週間ぐらい離れてたのかな、確か。なので、やばいよね。一週間ぐらいモンスト休んで、で、アジテーターやって、で、またちょっと指レギリやって、で、また一週間ぐらい休んで、今日の夜、超究極のジョーカーっていうのが来るらしいので、配信で挑んでみようかなと思うんですけども、もちろんそれだけじゃなくて、ギコちゃんですね、画面見てもらうとわかるんですが、クエストだ。クエストの天魔の古城、これ。はい。このざまです。はい。試練の間、まだ60分の13、うん、天魔の古城、空中天影、60分の0ということで、まっ！全くやってないですよ。まあ、全くってことじゃないか。試練の間ちょっといじったぐらいか。はい。試練の間で2で死んでるぐらいだしね。うん。ちょっとね、かなり、なまってきてはいるので、ちょっとそろそろ危機感持ってやんないといけないなと思ってるんで、今日の夜の配信はもちろんですけども、明日以降、ちょっとね、この空中庭園と試練の間、クリアするためにちょっと配信しようと思ってますので、特に空中庭園のアーキレットのところは、やっぱりマジでやるときついと思うので、皆さんほんとぜひとも参加していただけたら、嬉しいです。はい。ということで、ちょっといろんなゲーム正直やりたくなってきちゃってて、マイクラもやりたくなってきちゃってるね、最近。マイクラも最近なんかいろんなアップデートあって面白くなってるっぽいからさ、なんかやりたいなと思いつつも、はい。まあいろいろ配信していこうと思いますので、またね、遊びに来てくれたら嬉しいです。はい。以上です。ちょっと短い動画ですけども、ちょっと告知動画でございました。っていうのと、そうだ、前回のね、格闘技の動画、今うちのページのトップにあると思うんですけども、ゲームよりも全然エキサイティングな動画なんで、ぜひとも皆さん見ていただきたいんですが、おーい、おい、KOか。3月のね、23日に2試合目があります。はい。失神させられるのか、失神するのか、マジで命がけのね、殴り合いになると思いますので、またし、ね、相手を失神できるように作戦立てていこうかなと思っているので、3月23日。まあ動画出るのは24日、25日ぐらいになると思うんだけど、知らせゴールドの応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、以上、リコちゃんでした。バイ。